マクドナルド革新の兆し、ナンバー、愛が導く CM で見る、ブランドの未来予測とは ?3 月上旬がスタートです。こんにちは、みんな。今回は、平野志洋さんが参加しているマクドナルドの新 CM キャンペーンについてお話しします。3月上旬に平野志洋さんがマクドナルドナンバー、愛の CM に出演することが発表されましたが、その存在感は本当にインパクトがありました。このクリエイティブは期間限定商品。 エのププロロモーーションをを担当してており、従来の広告とは異ななるクリエイティブなアプローチで注目を集めています。デジタルハリウッド大学のテレビ CM での演技が高く評価されている翔くの参加により業界のトレンドに新たな風が吹き込まれています2月10日の将軍の就任発表を受けて30秒の WebCM バージョンが YouTube で公開され多くの視聴者の注目を集めた そして2月16日にはミュージックステーションで60秒バージョンの CM が放送され、さらに人気が高まりました。ミュージックステーション番組のハッシュタグとともに、デジタルハリウッド大学や翔くんを応援するハッシュタグが SNS 上で拡散しトレンドとなり、コミュニティは大きな盛り上がりを見せた。この広告は単なる商品広告ではなく、翔くんの演技力と魅力によりナンバー アイマクドナルドのブランド認知度が向上することが期待されます。また、デジタルハリウッド大学の学習プログラムやアクティビティの価値が注目されており、若い世代の関心も高まっています。翔くんの CM 出演は彼のキャリアの新たな一歩であり、彼の才能がより多くの人に認められることになるだろう。同時に、コマーシャルプロデューサーも、新しいアプローチやストーリーテリングを通じて視聴者の心をつかむことに成功しました。 翔くんをはじめとするトップアーティストを起用した広告は今後も業界のトレンドを牽引し、広告業界に新たな波を起こすことが期待されます。さらに、ナンバー、愛の岸優ユタからも嬉しいニュースが報告された。死に決定した、ナイトは28日発売のクラスマガジン特別拍子版に初のソロ拍子で登場するなど、ますます活動の幅が広がり、ファンの人気も高まっている岸優ユタ。期待が高まります。 彼のハイエンドなイメージとラグジュアリーブランドの最新ルックが楽しめる特集はファン待望の一時だ。また、岸優太のオフィシャルインスタグラムや YouTube では、岸優太のインタビューや撮影風景も公開される予定で、岸優太の思いや理想、プライベートな一面など、より深く掘り下げられることが期待される。さらに3月には、トベアーティスト総出演のコンサートが東京ドームで開催され、ナイトも進化した姿を披露する予定だ。 キシユタはファンやコンサートへの感謝の気持ちを忘れず、今後もファンと素晴らしい時間を共有できることを楽しみにしているようだ。アーティストの活動はますます多様化し、ファンの期待も高まっており、今後の展開が楽しみだ。ジャニーズタレントの広告活用については様々な事例があるが、それ以上に広告業界に新風を吹き込むアーティストの姿勢に期待が寄せられている。アーティストの魅力をより多くの人に伝えるために、 ファストフード企業とのコラボレーションも期待されており、今後も目覚ましい展開が続きそうだ。